こんにちは、名前は麻生亮太と言います、出身が大分県で、今福岡に住んで、海外向けに日本酒、焼酎を輸出する仕事をしております。まあ、家業で、八鹿酒造という日本酒焼酎を作る会社をやっておりまして、その海外向けの輸出の仕事を担当する役割を担っています。現在、福岡青年会議所では、芸術文化委員会副委員長の任をお預かりしております。JCに入った目的は、真の目的は、人脈作りということに尽きるんですけども、まあ、実際、コロナ禍の暇つぶしというのが、ぶっちゃけた話でございます。JC に入って良かったことなんですけども、まあ、この年になって、全く他業種というか、これまで関わりを持ってこなかった方々と仲間になれたこと、友達になれたこと、これが一番の良かったことだなというふうに思ってます。やっぱりこの年になると、まあ、学校出て就職して働き出すと、まあ、その人種、その界隈の人間としか出会うことがないんですけども、やっぱりこの青年会議所に入ると、全くの他業種、異業種の方と仲間としてですね、出会うことができるというのが一番良かったことだなというふうに思ってます。そうですね、この青年会議所というものを知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、私も最初は尻込みというか入る気がない状態で迎えた入会だったんですが、やはりコロナ禍というのをきっかけにですね、入会することになりました。入ってみて本当に入ってみなきゃわからない世界っていうのが本当にこれほど大きくあるんだなというのを実感できる場所って、今のところ私この青年会議所以外で出会ったことないなと思ってます。なのでいろんな人から誘われたりすることはあると思いますけども、まあ思い切って入ってみるっていうことも大事だなと思ってますので、よかったら皆さん、ぜひ青年会議所、福岡青年会議所に入ってみてください。お待ちしてます。